GCN の国広鈴木です。ブレーキを引いた時になんだかムニムニする、スカスカする、もしくはなんだか効かないなぁと思ったことはありますか？もし当てはまるようでしたら、ブレーキホースの中に空気、エアが噛んでいる可能性があります。そしてそれは新車の状態でも起こります。今回はこのブレーキホースの中に入っている空気、エア抜き作業を紹介したいと思います。レッツエア抜き。必要なものは純正オイルと常合、常合アダプターにオイルストッパー、そして 2mm のアーレンキーとウエスです。まず最初にブラケットカバーをハンドルバー側からしっかりめくります。めくりますとブラケットの本体の根元の方にですね、ブリードネジがありますので、こちらを 2mm の六角レンチを使用して外していきます。外しましたらオーリングがしっかりついていることを確認します。次にブリードネジがあったところに常合を取り付けていきます。常合がセットできましたら、次はスタンドなどを使用してこのブラケットに書いてあるシマノのロゴが地面と平行になるようにセットします。続いて常合の半分ぐらいになるまでオイルを入れていきます。オイルは必ずメーカー指定のものを入れましょう。オイルが入りましたらレバーを強く握ったり弾いたりですね、しながら空気を抜いていきます。ああ、出てきますね。これで気泡が出なくなるまでこのレバー操作を繰り返します。さらに空気をしっかり抜くためにレバーの角度を変えながら繰り返しレバーを握っていきます。さらに空気をしっかり抜くためにキャリパー本体を軽く叩いて、そしてホースも弾きながら空気を上に持っていきます。気泡が出なくなりましたら、次にオイルストッパーを使ってこの上後に栓をするんですけれども、その前にこのオイルストッパーを使って最後の空気を抜いていきます。空気が出なくなりましたらオイルストッパーをしてしっかり栓をして上後を取り外します。続いてリザーバータンク内に気泡が入らないようにオイルをあふれさせながらこのアダプターを外していきます。ブリードネジにオーリングがついていることを確認しましたら、このレバーに溜まっているオイルにですね、漬け込むようにこのネジを締めていきます。この時ですね、オイルが染み出てくるのは正常ですので、そのまま作業を続けてください。これでブリードネジが締まったら OK です。最後に溢れたオイルをウエスで拭き取ってブラケットカバーを元に戻したら出来上がりです。いいですね。かなりブレーキのダッチがカッチリしました。ぜひですね、初めてエア抜きに挑戦する方はこの方法でやってみてください。そして万が一この方法でもうまくいかない場合はですね、さらにですね、追い込んだオイルの入れ方、エアの抜き方っていうのがありますので、それは、次の動画でチェックしてください。それではまた次のテック動画で会いましょう。さようなら。